休日の朝、気持ちの良い秋晴れとなりました。よし、アリの観察に出かけよう。電車に乗り込んで、揺られること1時間、アリの観察スポットに到着しました。ここは海風が届く静かな自然公園。時間があるときには時折この場所へやってきます。橋を渡り、鉄道を越えて、さあ、彼らの世界に足を踏み入れましょう。では、公園に入ってすぐ、石畳の、ところにいる梅松尾アリを見つけました。黒く、光沢がある綺麗な大アリですね。前胸胸の前の部分が少し褐色がかっています。自然の中では結構それがやっぱり綺麗に見えるアリですね。梅松尾アリと石畳と、木のコントラストです。綺麗ですね。そしてこれ羽アリかと思ったんですけれども、蜂の類でしょうか。幸先よく、アリや、昆虫を見ることができて、気持ちよく、歩を進めていきます。こちらのですね、木を、よく見てみました。木の根元には、アリのコロニーが、巣を構えていました。ケアリの仲間のようですね。このアリは、林ケアリ。体が真っ黒ではなく、特に胸部ですね、それから頭部、頭の部分も、少し褐色が、入った色をしています。森林でよく見られるケアリの、種類ですね。これは虫の死骸でしょうか。巣の入り口付近で、ワーカーたちがたくさんたむろしていました。そして同じ木の、幹ですね。上の方を見てみると、樹皮の下に作られた蟻道ですね。アリが行き来するための、道になります。ケアリの仲間は、木くずやゴミを使って、トンネルを作る形で、こういった樹皮の下ですね、ここに自分たちが活動する歩いていくスペースを作ります。これが蟻道というものですね。幹の上に、向かって蟻道は続いていました。そして、はい、海の見える広場ですね。この場所は海がとても綺麗です。その近くに、こういった、ちょっと開けた場所があるので、ここを観察してみることにしました。このような石ですとか、そういったものの下に、コロニーがあることがあるので、手頃な石をこのようにひっくり返したりしてアリを探していきます。これはですね、穴が開いてたのでいるかなと思ったんですけど、これは空振りでしたね。地表にはクロオアリ、これは大きめのワーカーですね。
クロオアリが活動して、いました、まあ、ただあまり数は多くなかったですね。そしてこちらはクロナガアリ、まさにクロナガアリの行動という感じで、植物の種を運んでいました。綿毛みたいなのがついていますね。でこのようにちょっと入り組んだところを歩いているので、今、小さなクモの巣に引っかかりました。丸い小さいのが、小型のクモですね。クモの巣ごと運ぼうとしているんですけれども、ここで横にある枝に引っかかってクモだけが離れました。一件落着です。そして付近にはクロナガアリの巣口がありました。クロナガアリはですね、春、それから夏はあまり活動せずに秋、この時期に、結構活動をするアリです。植物が種をつける時期とも、リンクしているのかなと思っているんですけれども、先ほどのように、植物の種を運んだりとか、巣の中に、まあ、そういった種を蓄える、そういう活動を、今の時期たくさんしています。少し肌寒くなりかけている、今の秋の時期なんですけれども、クロナガアリは、たくさん、活動していました。足元に、アリの行列を発見しました。まばらなアリの行列ですが、何のアリでしょうか。近づいてみると、このアリの行列はアミメアリの行列でした。夏場は、膨大な量の、アリが行列を作るアミメアリなんですけれども、まあ、こういった行列を見ても少し活動が少なくなっている感じがしました。左手に海を見ながら、次の場所を、目指していきます。はい、こちらも引き続き、開けた明るい場所です。道の脇に、トビイロシワアリのコロニーを発見しました。トビイロシワアリも長く活動するアリの一つですね。日当たりがよく、そしてこの日は暖かい日だったので、結構たくさんのアリたちが活動していました。今はどうやら、巣の中から砂、小石を、外に運び出す作業をしているようですね。またトビイロシワアリは先ほどの、クロナガアリと同様に、種、植物の種をですね、コロニーの中に、貯蓄をすることがあると言われています。このような開けた場所ですね。そしてここにも、クロナガアリが、活動していました。こちらでは、先ほどと同様に、種を運ぼうとしているのでしょうか。まだ、房の状態のように見えますが、ここから、種をどうやら運び出そうと、挑戦しているようですね。
おそらくうまくいかなそうではありますが、とてもけなげで可愛い、行動ですね。はい、頑張って取り出そうとしていますが、ちょっとうまくいきません。諦めて立ち去っていきました。そしてこの場所でもクロナガリの、巣がたくさんありました。日当たりの良さと、それから植物の、密度や高さ、こういったものがクロナガリの生息地の、状況に、合っている場所のような気がしました。なのでこの場所、クロナガリがたくさん生息しているのかもしれません。ここも海の近くですね。そして、ここから近くの森へ足を踏み入れました。日当たりはあるものの、木陰で薄暗い森の中には、違ったタイプのアリたちが活動していました。こちらはオオズアリのマイナーワーカー、小型のワーカーですね。森林の中をアリ探しをする際に、こういった朽ちた木の実などにもアリが営巣している場合があります。こちらは森の中の木の幹、四つ星オアリが歩いていました。どうやら触覚、右側の触覚を、一部欠損しているようです。そして森の中にはこのような枯れ枝がたくさん落ちています。この細い枯れ枝の中にはアメイロアリが営巣していました。朽ちた木の中をうまく、加工して、自分たちの巣と、していました。今ですね、画面の中央付近、新しく羽化したばかりの色の薄いワーカーも確認できました。まだワーカーの羽化は続いているようですね。そして、別の、朽ち木の中には、シロアリがいました。このシロアリも、湿った朽ち木の中にもいますし、先ほどと同じような小さな枯れ枝の中にも住んでいることがあります。こちらは別の枯れ枝に巣を作っていたウメマツオアリ、少しだけ割れ目を入れて中からワーカーが出てきたところです。そしてこちらは朽ち木の中に営巣していたウメマツアリのコロニーです。ワーカーと、羽のついた個体が見えますね。形状からして、オスアリでしょうか。そして、ある木の根元をですね、何かの昆虫が、幹に穴を開けた際に、出てきた、木くず、
白い綿のような木くずの上を歩く、体長 1.5 ミリほどのとても小さなヒメオオズアリの、マイナーワーカーです。木くずの上をふらふらと、歩き回りながら、木の葉の下に消えていきました。こちらは同じヒメオオズアリのメジャーワーカーです。メジャーワーカーはオオズアリらしく、大きな頭が特徴です。こちらのメジャーワーカーも、単独で、ゆっくりと木くずの上を、歩いていました。そして、同じ、木の幹ですけれども、すばしっこく、歩き回る、アリを見つけました。こちらは、よく、観察した結果、ヒラズオアリのマイナーワーカーであることが分かりました。メジャーワーカーは大変特徴のある、頭の形をしているんですが、マイナーワーカーは、あまり、特徴がありません。よく見ると前足がとても太いことが分かりました。そして、観察に明け暮れて森を出ると、すでに日が傾いていました。森の出口、黒山アリたちはまだ活動を続けていました。今日もたくさんアリを見ることができました。これがアリ愛好家の最高の一日です。